愛媛県道12号、西条熊線は、愛媛県西条市中野平と、同県上受けなぐ熊高原町熊を結ぶ県道である。石槌スカイラインとして1995年まで有料道路になっていた。全長が約7 5トルと愛媛県道の中で最も長い。西日本最高峰である石槌山をまたぐように県道が整備されているため、 山頂付近の一部に通行不能区間が存在する。愛媛県道で最も標高の高いところを通過する県道である。石槌スカイラインの入り口以前の石槌スカイライン。入り口通行不能区間の南側より、上受けなぐ熊高原町、和歌山までの、18. 1 8 1トルは石槌スカイラインとして有料道路となっていた。この区間は1965年に着工。 1970年に供用を開始。開通当初は、急峻な地形を縫うような線形であったこともあり、降雨の度に崩壊箇所が続出。1971年11月には、自然保護団体、全国自然保護連合が道路建設により自然破壊が行われたとして、愛媛県知事を国立公園法違反で、松山地検に告発するといった出来事もあった。 1995年には無料開放されている。おもこけにあるスカイライン入り口から石槌山へ上り坂が続く山岳道路である。終点の土小屋には国民宿舎などの宿泊施設や無料駐車場があり、石槌山への主な登山口となっていて、夏場の土小屋駐車場は石槌山登山客で大変混雑する。 ほぼ全線が石槌国定公園の指定地域である。現在も石槌スカイライン区間は夜間通行止めであり、毎年12月上旬から3月下旬までは冬季封鎖期間となる。石槌山を石槌スカイラインの沿道にあるのが尾根展望台から望む西日本最高峰で日本七霊峰の一つに数えられる石槌山を越える道路で、 石槌スカイラインを登っていくと、沿線の途中にある、長尾根展望所から、石槌山と五来光の滝を眺めることができる。道路の線形は、ほぼ前線にわたり曲がりくねっており、森林地帯を抜けていく。駐車場や食堂、石槌神社どこや春火拝殿がある、頂上付近は、標高1492メートルある。さらに石槌スカイライン終点の土小屋を越えてさらに、 進むと、ビンケ森林道へと続く。石突スカイライン入り口付近には、渓谷美と紅葉の名所で知られる、重保景がある。ありがとうございます。